はい、2021年、皆さんどうお過ごしでしょうか。1月1日、はい、明けましておめでとうございます。はい、今日の動画はですね、10時に起きまして、遅いんですけども10時に起きまして、で下、台所行きまして、雑煮食べまして、でまた2階に上がりまして、ましてましてばっかりなで、今部屋でねちょっと撮影してるんですけども、その前にね食べ終わってから2回部屋来て、それから登録 YouTube の登録チャンネル見終わって、ようやく今これ撮ってるって最中です。で今日の大野市の雪の状況もこんな感じです。昨日よりだいぶ降り続いてね、積もりました。ではい、どこまで話しましたかね。今ちょっと親がね部屋に入ってきたんで動画ちょっとストップしたんですけども、雪の状況まで言ったんかな。で下行ったらね、年賀状がもう届いていたんで、それまあ前の働いた会社の友達とか来てまして、あとはどれがいいかな、どれがいいかな、はい、まあこれでいいか。下行ったら年賀ともに、イノベの祈り町のファンクラブの封筒が届いてました。やっぱり寸評は来てなかったですね。まあフリーになった年なんで、やっぱ自分でなんかいろいろやろうと思うとやっぱ大変なんでしょう。前みたいにね事務所入ってる時じゃないんで、まあそこまでまあ手が回らないのもあるんかもしれませんけどね、まあちょっと残念だったかなって思いました。で、ちょっとね、まだ自分の中開けてないんで、皆さんで一緒にね、ちょっと見ていこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、ちょっとね、開封しましたんで、まだ自分も中見ていません。なんか中に何か入ってるかな。それをね、ちょっと出していきたいと思います。全然今見てませんよ。カメラと、携帯と同じ方向見てます。じゃんと。こちらが、入っていましたニューイヤーでね、開けましょう、おめでとうございますということで、たくさん幸せをぎゅっと、抱きしめていこうということ。裏もなんかあるかな。はい、じゃん。はい、イノペのかわいいっす。スニペもかわいいが、イノペもかわいい、両方ともかわいいです。はい、まあこっちが本表なんかな、どっちから。はい、今年初のイノペの、年賀状ということになります。はい、で昨日ね、昨日からようやくちょっとライブ、ブルーレイを見始めましてね、イノペの、ファーストライブのやつをちょっと見て、まあ途中なんですけどもまだね、ファーストなんでこれです。ファースト、セカンド、サードになっております。はい、今日はねほぼもうちょっと撮影以降にもちょっとこんな天気、まあ天気まあまあ雪やんだんでいいんですけども、自分ちょっと特殊な撮影するんで、するとこが今なくて困っています。かといってね、山はなんかこんな雪降るんで、雪積もってて危ないんで行けないんで、ちょっと悩んでおります。撮影場所がもう限られちゃうんで、人に見られないとこ、まあそうですね、登録してる方ならわかると思うんですよ。自分基礎仕様の復元パーとかなんで、どこでもね赤色出したり、全面蛍光灯光らせるわけにいかないんで、今回はねちょっとルーフに赤色乗せて撮影しようかなって試みていたんですけども、やっぱ場所がないんですね。それ撮影する適当な場所がね、人に見られないようなとこが、大野市ではないんで、ちょっとまだ今年もちょっと断念するしかないかなって思っております。
普通の里へのは何ら問題ないんですけどね、人に見られても。さすがに、パトカー仕様ってなるとちょっと通報されるかもしれないんで、いや、されるね。絶対されるね。家まで来るね。後期隊のもんが。来るね。後期隊か、基礎のもんが来ちゃうかもしれないんで。それはちょっと危ないんで、そういうちょっと撮影はね、もうどこでもできないですんで、困っております。非常に自分みたいな、仕様の覆面パトカーにしてるもんはわかると思うんですけども、どこで撮影しようかってなると、場所が限られてしまいますよね。本当に自分ら田舎なんで、撮影するとこはほぼ山しかないんですけども、もうこんな雪なんでね、山行ってもう動かないんだったらバカですからね、本当に。かといってね、前、パーツ取り付けるときみたいに、マナガグランド行ってもね、もう雪降るんで多分閉鎖してて入れないし、人に見つかるし、そんなもんつけたりするとね、もう本当に困りもんですよ。こういうパトカー仕様にしてる人は動画撮れないんでね。ああ、撮るとこがない。弱ったな。まあ、新年の一発目の挨拶ね、なんかそういうのできたらいいかなと思ってるんですけども、いたんですけども、どこもできない。まあ、赤色をね、ルーフに乗さずに、まあ、いつもみたいに助手席の足元に置いて光らせる程度ならね、全面蛍光灯も光るんで、まあ、全面蛍光灯程度なら、まあ、そんなに目立たないと思うんですけども、それでもどこで見てるかわかんないんで、誰が通報するかわかんないんで、下手にね、つけたりするのまずできないんですよね。無論サイレンなんてもってのほか、そんなもん鳴らした時には誰が聞いて誰がどこで見てるかわかんないんで、誰が通報するかわかんないんでね。だって一般車両はね、そのサイレンとか赤色全面蛍光灯、鳴らしたりつけたりするのは禁止なんで、道交法違反になっちゃうんで、まあ、つけてる分には全然問題はないんですけども、まあ、警察の許可はね、まあ、取ってるんで、取ってるっつうか、つけてる程度なら別に問題はないということなんですよね。まあ、山行って鳴らすなら鳴らしてくださいって、まあ、それは前言ってたんですけども、まあ、冬はね、こんな雪降るとき山行けないんで、撮影も下手くれもないです。はい。なんで、ちょっと迷ってる。いろいろね、ヘッドライトがいろいろパーツ取り付けようかと思ってるんですけど、なんか寒くてもやる気がしない、本当に。大方1月中に終わらしたいかなと思ってはいるんですけども、去年の買うたパーツとかね、あるんですけども、まあできることったら本当に部屋でね、配線作業とかちょっとする程度ですね。取り付けまでには至りません。まあ、ニューサイズさんの D4 のね、LED ヘッドライトバルブ、あれ今ちょっとトランクに載せてるんですけども、あれまた引っ張り出してきて、あれはコネクタがディッシャージ用の接続コネクタになってるんで、あれをちょん切って、平型のね、細い平型端子をつけて加工いたします。まあそういう程度しかできないですね。で、家の中では。まああとはもう DVD 見るか漫画読むかで 終わりかな。正月はこんな感じですよ、いつも。撮影もろくにね、いけないし。特殊な撮影なんでね。どっかないかな。まあいいや、こんなこと言ってもまだ10分、20分になっちゃうんで、今年2021年、新年ね、1月1日、一発目の動画はちょっとこんな感じで 行こうかなって思っております。では、ご視聴ありがとうございました。今年も1年よろしくお願いいたします。皆さんも良い年でありますように。では、じゃいね。